本当にアドリブのシーンが最初多くて。ア<あ>ドリブというか。<あ>もうの終わりに長回しするんで。い<や>輝いてらした感じがありますね。<laughs> 何人も使われませんでした。<laughs> はい、ありがとうございます。どうですか、まだ。目線。大丈夫ですか。<線>いいですか。<線>ね、春っていうのがその大学生役から始まっていって。で、佐藤さん演じるね、その役と。 当初はまあ友人から恋、まあ、人同士になっていくという、えー、演じられたと思いますが演じる上で今回意識されていたポイントなどはあるんでしょうかいやー何かこうしようと思ってたわけじゃないんですけどそれこそ本当にアドリブのシーンが最初多くてあそうなんですかはい佐藤さんとのシーンでセリフをなかなか最初喋らせてもらえなくて。 今日もなんか覚えること特にないやみたいな<え>そのまま現場に行ってシチュエーションとかその時の前後のシーンとかだけ把握していくみたいなことが多かったのでなんとなくうーんこう自然と作り上げられていくみたいなその時間によって成長していくみたいな役がそういう作り方だったのでまあなんとなく漠然と不安に感じた時もありましたけどこの作品の中で。 まあ、恋というパートできらめきが存分に皆さんになんか見せることができたらいいなと思ってやってました竹野、うん、さん、その春とのシーンって結構じゃああの、脚本自体にはあんまりそんなに細かく書いいてなななよようなそうそんですよ、まあ、過去の回想なんで<あ>本当、設定だけあの図書館でなんか旅行先決める話し,し,しようかみたいなことだけあってもうそこからはもうアドリブというか<あ>うのわりに。 長回しするんで雑<談>いや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  <laughs> 図書館で雑談してるところ取られてるでも大事ですよね <laughs> な何に喋るか一応考えておかないとねなんかそれはやっぱ役として喋ってるわけですからでまたそうですねただ本当にこれは森さんだから成立したなとは本当に思いましたなんか、はい、その決められたことじゃない時の方がもうなんなら 輝いてらした感じがあります。ねはい、もうまさしく、その通りかと、決める。はい、そうなんですね。すごいです。すごいです。うせきされちゃった感じがします。すごく、だから、僕は本当その春を楽しそうにしてる、春を見てるだけでよかったんで。あとはちょっと話を振るだけで。成立しました。なんかバラエティ番組で、話を振ったら、どんどん喋ってくれるからっていう。 ちょ森さんからしてもそのタケルさんが演じるお城いたからなんかこう自分がどんどん引き出されてきたみたいなのや、もちろんです、はい、春もこう、うなんていうか、そんなにこう活発と言われるとそうでもないのでなんかやっぱり2人ならではの空気感は、ね、佐藤健さんの <laughs> なん。 <laughs> すません佐藤さんの, <laughs> そのなんていうかもうすごい先輩ですけどす、ね、今回大学の,あの同じ大学の生徒を演じることになってすごい最初はやっぱり恐縮してたんですが<あ>あの柔らかい雰囲気を作っってくださったので,でも森七さんもあの実際写真部って設定になったんですけど、はい、あのお互いだからずっとカメラを下げてやってるんですけど結構大事な。 広告に使われた僕の写真はもう森七々さんが撮っていただいた写真だったりするんですよねそうなんですかそうなんです恋美女っていうポスターがあってお一人で写られてるあ,あれとか本当に芝居中に撮ってたのを使ったりもしてるんで<あ>、はい、じゃあ森さん自身がもう思いっきり撮った写真がそのまま使われてるっていうそうなんですよ思いっきり撮ったやつが使われてます結構あの劇中の写真キーとなる写真もあのほぼ森さん演じる春が撮った写真をあのそのまま使ってます ももととお好きなんでしたっけいやこの作品で勉強し始めてでも,ものすごい好きになったんで今も続けてるんですけど武尊さん好きですもんね写真とかとねはい、ええ、私もあの気合い入れて撮ってましたよ <laughs> ただ何にも使われませんでした <laughs> 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 ぼやかないいでくださたくさん撮ったんですけど <laughs> どうですか